PC 楽器では通販の場合でも6日間のお試し期間がございます。どうぞお気軽にご利用ください。いや、すごい。楽しいね。こんにちは、リペアの長内です。広報の島です。こんにちは。こんにちは。ストリングス長内？ストリングス長内。スパイダーストリングス長内って言われてましたけどね。なんかご用会です。まあ、弦のね、動画もね、はい、ご好評いただいてますね、長内くんはね。まあ、長内くんの弦関連の動画は今後もどんどん上がっていきますけども。はい。今日はですね、僕普段磨きやってるって、まあ、以前も動画で話したと思うんですけど。入荷したギターのクリーニングをね。はい、そうです。うん。全部一個一個やってるんですよ。うん。で、その時に例えばアクティブのギターベースですとか、まあ、エレアコとかに 9V 電池って入ってるじゃないですか、うん、必ずあるよね。ギターに使える電池ってほぼほぼね 9V ってまあ意外とこの業界でしか使ってないかなってぐらい、他だとあんま見ないですよね。だから 9V 電池ってさ、ギターとか楽器やってない人にさらっと言うとさ「え、何どんなやつ？あ、あの四角いやつか」みたいなね。そうです。でもね、ギターだからアクティブ回路もね、そのエレアコもエフェクターも全部 9V だからね。そうです。でまあ、その磨きをやってる際にその、まあ、電圧のもう少なくなってる、使えなくなっちゃった 9V 電池結構余って出てくるんですよね。はい、うん、で、まあ、最初は僕もそれ、まあ、捨てちゃってたんですけど、普通にまあそれはね、廃棄するよね。調整する時ね、ちゃんと新品の電池入れてから出すからね。はい、そうですよね。なんですけど、ある時ですね、うん、とある 9V 電池を見つけて、うんうん、わ、これすっごい珍しいなと思って。なんかあるよね、たまに見ないなこれみたいなね。はい、はい、うん、ついついその1個だけこう飾っちゃったんです。うん、取っといたんだ、なんとなく。はい、で取っといて、でまたそのある時珍しいなっていうのが出てくるじゃないですか。で、あ、珍しいなってこう置くじゃないですか。っていうのをずっとこう繰り返してたら、なんかだんだん溜まっちゃいまして、 9V が溜まってきたんだ。溜まってきちゃって、それを今回ちょっと紹介したいなっていう。長内の 9V 電池コレクション。そうです。めちゃめちゃニッチだ。ちょっと今ここに並べたんで、ちょっと見てもらってもいいですかね。どうですか？想像の5倍ぐらいあります、ね、何個あんだこれ。何個ですかね。なんか30個以上ありそうです。めちゃめちゃあるよね。気づいたらこうなってて、すげえな。溜まっちゃってますね。あ、これでもあれだよ、よくある。はい、よくやるプロセル。これエフェクターでも使ってる人多いよね。でもこのプロセルもちょっと前のなんですよね。あ、そうなんですか。今新品で買うとこっちなんですけど。あ、そうニューデザインになってんだ。そう、はいはいはい。え、これ何、ダブりないの？ないと思います。あ、これはまあ、よくギターを買ったら一緒についてくる、買えないんですよこれ。あ、売ってないんだ。ちゃんとここに「Not for Retail Sale」って書いてあって、販売中のものにしか入ってない。基本的にこっちの色はまあよく見ると思うんですが、あんまり金って見ないなっていう。GP ってやつね、これね、よく見ますけど。これそうなんだ、売ってないんだ。あ、ダンエレ、それはもうみんな知ってますね。一時期ね、通販とかでもよく出てたし、ダンエレ買うとついてくるしね。やっぱ見た目がおしゃれで可愛いですね、ダンエレって感じで。ダンエレに対抗するといえばやっぱりこれですか。ああ、来ました社長。これだってファズにねつけると本当に音いいんだよ。なんかね、歪みに合う音なんですよ。面白い。パワータンクだね、これは。パワータンク。エレハモのね、社長さんが演じされてます。はい。これは、二平くんが一人で集めてるね。ああ、二平さんがこれだけすごい大量に集めてる。最初、それを見て、僕もなんか集めたいなと思ったら、でもなんか嫌じゃないですか、その一個だけ集めるっていうの。で、結果的に今、こうなって。なるほどね。でも結構カラフルで、なんか面白いですよね。なんかマージャンパイみたいで。あ、ローランド。ローランド。これ、珍しいです。いつの？古いね、ちょっと。古いですね。すごいじゃん。いろいろあるんだね。いろいろありますね。あ、デュラセルね。はいはい。これさ、プロセルこれダブってない？いやいや、よーく見てください。よーく見ると違うんですよ。この黒いラインとか。黒いライン、こう外側まで広がってて、これは途中で。向きも違うんだ。そうです。向きが。逆なんです。ああ、本当だ本当だ。最初かぶってると思ったんですけど、かぶってないじゃんって。ちゃんとこうストックしました。なるほどね。これは東芝は奥の。あ、これそっくりじゃん。これ僕もそっくりだなと思ったんですけど、なんかここの端子のとこの色合いなんか違うんですね。あ、縁が黒となんか違う。なんか別に誰が何か言ったわけじゃないですけど、まあ僕的になんか違う種類なんか違うなって。本当にコレクターみたいな感じになってるね。最初言った電池を最初に集めるきっかけとなったのはこれです。ナショナルのハイトップ。ああ、もうこれ最高じゃん。旧ナショナル、こう印ついてるですね。ナショナルってね、カタカナのね。これやっぱ今じゃ珍しいじゃないですか、こんなの。これもじゃあそうですね。この鳥さんね、鳥さんがいます。これね、俺未開封持ってるよ。マジっすか？いいでしょ。俺のちょっと結構使い古されてて、なんかあれなんだ。俺ね、これとこれはね風にされてる未開封持ってる。でもなんかもうすでに9ボルト出なそうですけどね。出ないだろうね、未開封だけどね。ダイソー。ダイソー。もうダイソーですね。ダイソーです。ザ・ダイソーって書いてあるもんね。これもダイソーです。え、本当だ。ダイソーって書いてます。ダイソーもいくつか種類あるんだ。ダイソーもなんか意外と種類、あ、これもだからダイソーです。あ、そうなの？かっこいいじゃん。かっこいい。色は。意外と見た目いいですね。へえ、本当だ。もうおなじみクラシックプロもちゃんと押さえてるんですね。一応押さえてますね。うん。あ、これ2種類。2種類ちゃんと。ちゃんと。アルカリとマンガンで。なるほどね。あ、かっこいいのいろいろあるよね、デザインがね。そうですね。あ、三菱いいね。三菱もなんかあるじゃん。やっぱバージョン違いなんですかね。うん。あ、パナ。いいね。ナショナルの流れで。これさ、だってこれ完全に流れだよね。ほら。これデザイン変わってないんだね。変わってないですね。本当だ。元のデザインが一緒だ。パナソニックだと、これいうのもあったりして。ああ、これよく見るわ。あとさ、エボルタくんでしょこれ。ほらほら。あと、エボルタくんね。これ有名だよね。有名ですね。いや、すごい。楽しいね。あと、面白いのが。お、出た、ボグナ。ボグナ。これ俺があげたやつじゃん。そうです。珍しい。幼いくんが電池集めしてるの知ってたから、これ僕が昔ね、ボグナのエクスタシーブルー買った時についてて、ずっとほらボードに入れてたからさ、ある日蓋開けたらこれ入ってて、ちょっと液漏れしてたから使えないけど珍しいから幼いにあげるよっつって、それレア。これ本当にこれレアですよ。面白いっすね、いろいろ。富士通もある。あと個人的おすすめ、この東芝のこれ。何それ？なんか某ウルトラマンみたいな模様ですごい面白いですよね。本当だ、セブンって感じだわ。デザインだいぶ凝ってますよ。かっこいい。え、一番のおすすめこれ？僕的にはそれが一番好きなのこれ。一番好きかもしれない。一押しか。俺なんかでもデザイン的にはこれかっこいいな、色。ああ、そうメタリックが。そう、それかなんかこういうのね。はいはいはい。青好きなんで、エボルタクも好きですよ。あ、これオールド富士通じゃない？ちょっと古いやつだよね。なるほど。こんな感じですね。例えばこのゴールデンパワーっていうのは今、うちでも新しく取り付ける際に入れてる9ボルトの電池なんですけど、それね普通に使えるからね。これはもう本当に普通に使ってる、この業界使ってる人多いですよね。大体楽器屋さん行くとさ、このプロセルとさゴールデンパワーが多いよね。多いですね。で、まあプロセルちょっといい値段するからさ、ゴールデンパワーにしてるって人も多いしさ。あとこれもなんか好きで、マクセルなんですけど、なんかマーベルのヒーローみたいにアメコミ感あるのすっげえいいなって。おさえアメコミ好きだ。アメコミ大好きなんで、なんかキャプテンマーベルみたいでいいな。これはそれはちょっとなんか安めの、どこのかこれもでもちょっと違うんだね。でっかいですね。9って字がどれよりもでかい。一番9ボルトって分かりやすい。この形の時点で9って分かるな。9しかないです。プロセルこんなのもあります。あれ、これと違うの？いや、もう全然違う。色が違う。全然違うわ。なんとなくさ、なんとなくのなんか風景で覚えてるじゃん、電池のデザインって。はいはい。だから、見比べるまでさ、違うって気づかないよね、こういうの。気づかないですね。そう、見比べる前に普通捨ててますから。確かに。こんな集めないですね、普通の人。面白い。これじゃあ、どんどん今後も増殖していくわけですね。そうなんですね。増殖したいんですけど、まあ今僕のデスクのもう窓のとこにこう置いちゃってるんですけど。調整スペースの縁にね。縁に置いてるんですけど、もうパンパンで、すでにちょっとどうしたもんかなって感じですけど。なんか展示方法考えよう。もっといい感じに展示できたらそれはそれでいいですよね。これは額かなんかに入れて額。ここまで集めるともう捨てられないっすや。これは捨てられないっすや。いいですね。でもまだまださあるよ、世界中に。いや、世界中にある。韓国とかもさ電池あるでしょ。中国とか韓国とかのありますね。ああいうマイナー電池もさ集めたいね、今後。じゃあそうですね。今もう本当に磨きのたんびに電池出てきて電圧とか測って集めてるんですけど、それもう何年、2年ぐらいこれ続けてて、もうこの量なんで、すごい果てしない。いや、もうさこれだから廃棄のやつをその集めてるわけじゃん。はい。いや、もう積極的に買おうよ。もう見たことない電池見つけたら買います。買ってさ、もう自分からコレクションしていこうよ。ああ、確かに秋葉原とか行けばあったりするんですかね。楽しそうじゃん。同じサイズ感ですけど個性豊かで愛おしくなってくるよね。愛おしくなってきますね。はい。場所も取らないんで。今後も面白いの増えたら報告をお待ちしております。そうですね。なんか何かしら、電池マニアの方いたらぜひ幼いにあんなのもあるよとか。もしかしてこれ今9ボルトの世界ですけど、いや、やめようよそれは。どえらい幅になるかもしれない。9だけにした方がいいよ。まあそんな感じで、はい、じゃあコレクション紹介でございました。紹介でした。はい。ぜひ皆さんも9ボルト電池、そうだね、出てきたやつとか中古で買ったエフェクターとかね、見てみて、あ、珍しい珍しいとか思ったらちょっとこう眺めてみるのも面白いかもしれないですね。面白いですね。まあ、ただ本当に液漏れとかしてたらそれ使っとくのは危ないし、うん、そういうのは本当に状態がひどいものとかはちゃんと自治体の正規の方法で処分した方がいいと思うので、うん、確かにね、液漏れは危ないですからね。 そういう感じで、はい、皆さん気をつけながら電池楽しんでいきましょうという感じで、今回僕のコレクションの紹介でした。ありがとうございます。PC 楽器は修理調整はもちろん改造なども受け付けております。どんな楽器でもお持ち込みください。いやー。